おお待たたたたせいいいしししままし第2部シンポジウムをお送りしてまいりてと思いますここからは今よみがえる祈りの舞台根本中道令和の始まりをひもとくと題しまして現在の平成の大改修の真っただ中である国宝根本中道のお話を中心に比叡山の延暦寺のそして門前町坂本と 周辺地域の始まりを改めて振り返りながらその世界文化遺産としての価値や文化財を保存し残していくための努力また先の世に伝えていくために今の私たちができることやらなければならないことなど未来に視線を向けた新しい時代の新しい始まりについてさまざまにお話を頂戴いたします。 それではパネラーの皆様をご紹介してまいりましょうまずお一人目は第1部でも基調講演をいただきました天台宗総本山比叡山遠略寺代表役員水尾弱法修行です 水尾修行よろしくお願いいたします続いては山農総本宮日吉大社真淵直樹宮司です真淵宮司は工学館大学を卒業後神社本庁に勤務され その後、永田神社、滋賀県神社町三次、皇學館大学神職養成室長などを経て、平成20年より、全国およそ3800社の日吉、日叡、三王神社の総本宮であります、日吉大社宮寺でおられます。また、平成31年4月より、 滋賀県神社町長に就任されていらっしゃいます間口偶事よろしくお願いいたします<手>続いては平成の大改修を契機に世界中で国宝根本中堂をご体感いただける VR バーチャルリアリティ 3D ウォークスルーを制作されましたアイプレゼンス合同会社 代表社員でいいらっしゃいますクリス・トファーズ・クリス・フランシスさんですクリス・スフランシスさんは日本の神戸生まれでいらっしゃいます14歳の時に家族でイギリスに渡りシェフィールド大学建築学部を卒業の後建築設計事務所などを経てテレロボットに乗り移っての 斬新なコミュニケーションサービスの提供に特化したアイプレゼンス合同会社を2014年に設立され、代表社員として国内外問わず広く活躍されていらっしゃいます。本日は 3D ウォークスルーのデモンストレーションも会場で見せていただくことになっております。楽しみですね。クリス・フランシスさん、どうぞよろしくお願いいたします。 続いては国宝根本中堂の平成の大改修にて建造物装飾の保存修理を進めてくださっています株式会社沢野道元の創設者であり現在相談役の沢野道元さんです京都の桂離宮をはじめとした 多くの文化財建造物の保存修理に携わられるなど、文化財の修理技術者の第一人者として活躍されてこられた澤野さんは、他にも2023年まで文化財修理技術保存連盟の理事長を務められるなど、今も後進の指導に力を注いでいらっしゃいます。本本日は実際に今進めておられます根本中道の 平成の大改修について。なかなか表には出てくることの少ない現場のお話や。文化財建造物の保存修理の今と未来のお話など。技術者の視線でさまざまにお話を頂戴いたします。沢野さん、よろしくお願いいたします。そして第二部をコーディネートくださいますのは。宗教民族学。 日本文化史を専門に研究・教鞭を取られております西安造形大学芸術学部芸術学科地域実践領域教授副学長であり宗教民族学者の加藤健二先生です加藤先生は立命館大学卒業後 高校教員や大学事務局員を経て、仏教大学大学院、滋賀県立大学後期博士課程に学ばれました。文学研究科・仏教文化専攻終了後、平成20年から西安造形大学附属、大見学研究所研究員となられ、現在は同研究所副所長並びに、 西安造形大学芸術学部芸術学科地域実践領域教授副学長でいらっしゃいます宗教民族学日本文化史において研究教鞭を取る一方さまざまな論文著作を精力的に発表されていらっしゃいます加藤先生よろしくお願いいたしますそれでは第2部シンポジウム 今読み返る祈りの舞台根本中道令和の始まりを紐解くです。それでは加藤先生お願いいたします。はい、はいえー。ただいまご紹介いただきましたあの加藤でございます。どうぞよろしくお願いします。はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、えー。ではですねあの第二部ということであの進めていきたいと思います。まあ世界、えー、文化遺産 こと京都のの文化遺産比叡山遠寺への誘い東京フォーラムということで、第2部はシンポジウムということで、今もずっとご紹介いただきましたけれども、シンポジウムを始めていきたいと思います。まずですね、えー、とあの先ほどですね、えー、と水尾修行様の基調講演もお話ありましたけれども、現在、えー、と大改修中の,、ね、あの根本中道について、 このシンポジウムの中では、大改修の意義でありますとか、またあの次世代の根本柔道、どのように考えていくかとか、また最新の、ね、情報を織り交ぜて、お話を進めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。<laughs> はい、それではですねあの、まあ、登壇者の今ね、ご紹介の方は、プロフィールの方はありましたので、 えまずあの本日、えー、っとこの比叡山延暦寺と日吉大社それからその日吉大社の前に広がる坂本の町っていうのをあのご紹介していくんですけども先ほどもちょっと一部のところで地図があの出てたかとは思うんですが、えー、ちょっとねあのどういう場所かっていうところからちょっとご説明したいと思うんですけどこの写真素晴らしい じゃないですかとか言いながら僕があの私がねあのスマホで撮ったんですよこれ <laughs> もう最近はもういいカメラでなくてもねもうスマホですごいこれだけの大画面に耐えられるまあその話はいいとしまして、えー、ただ、えー、この比叡山から眺められるですねまあ、琵琶湖ですね琵琶湖は、えー、天台薬師の池というふうにね、えー、言われましてまあ、比叡山延暦寺のもう地仙回遊式庭園の一部比叡山延暦寺の一部であるとかね そういういに言われる場所です是非ともまた行っていただけたらと思うんですけども、まあ、地図で言いますと,、えー、と今これ矢印が出もまあ滋賀県がありましてね矢印が出たのは、えー、と今のこ,この方角これあの写真で眺めてる方角が、えー、この方角 矢印の方角かなっていう感じで、まあ、広い琵琶湖をね今見ていただいたんですけども、まあ、隣に岐阜愛知県がありまして左に京都それから下の方に大阪というふうにね、まあ、そういう位置関係にございます。 でえー、とその中でもですね、えー、大津市という、えー、ところにあの比叡山延暦寺また日吉大社がございますが今日は大体この赤で囲んだこの辺りを中心に、えー、お話の舞台となるかなっていう感じなんです。で、まあ、比叡山延暦寺といいますと、えー、先ほどお話にもありましたけども、えー、東道斎藤与川という。 あの比叡山延暦寺と今赤で売ってありますけどもその3頭16谷を含めて比叡山延暦寺というふうに申しましてぜひとも、まあね、あの根本中道は東道にあるんですけどもあのぜひとも3す、えー、全て見ていただけたらなっていうふうに思ってますでその麓に、えー、日吉大社それから、えー、私が勤めております西安造形大学もこの余川の麓にねあの西安もございまして。 まあそういうつながりが実はありましてねあのもう結構あの日吉大佐さんあのまた比叡さん延暦寺さんもいろんなつながりがあって学生もいろいろ活動させてもらっ,たりもらってたりねしまして。 今日私がまあこうやってコーディネーターというような形で、えー、まあここにおるということになっております。えー、ではですね、あのー、シンポジウムの方を進めていきたいと思うんですけども、えー、今日かなりの <laughs> 項目がありまして、まあ、7つのテーマに分けて、まあ、令和の始まりをひも解くという、ねえー、ことを進めていきたいと思ってます。でまず、えー、っとこの、まあ 1> 第1番目のパートなんですけどね、シーン1のところでは、比叡山延暦寺とその周辺の始まりをひも解くということで、とりあえずあの自己紹介も兼ねて、ですね皆様、ご登壇者のお、ね、立場のところのお話もあのご紹介いただきながらお願いしたいと思います。で、みぞおしさんは先ほどお話しいただきましたんで、初めに馬淵宮司さんからお願いしたいなと思うんですけども、えー 真淵さんは、えー、比叡山円台、えーまあ、口ができる前から坂本があったんだみたいな話からちょっとお願いしたいなと思うんですけどお願いしますはいあのご紹介をいただきましたあー日吉大社の宮司を仰せつかっております真淵と申します、えー、自己紹介を兼ねてというお話でございますので、えー、私今年で、えー、こう 頭は剥げておるんですけどね <laughs> あの後期70を迎えております、えー、日吉大社の偶場を使って15年あのになります、えー、今回のテーマが始まりということでございますので、えー、まあ日吉大社についてもう始まりというようなことを おまあ、あ頭に置、ね、<laughs> きながら紹介自己紹介を兼ねて、えー、お話をさせていただきます、えー、日吉大社はあ西本宮と東本宮両本宮が2つの本宮がございます、えー、西本宮西にあるから西の本宮、まあ、こちらは、えー、奈良の、えー、今から約1350年ほど前に奈良の 三輪山のお山の神様をお祭りをしたこれが西本宮の始まりですそしてもう一方東本宮というご本宮がございますこちらは、えー、まあ言い伝えですね <laughs>、えー、比叡山の守りの神様と申し上げる大山国の神様を 2100年前にお祭りを申し上げたと、まあ、こういうふうに伝える両本宮東本宮と西本宮両本宮があるということを申し上げさせていただきますそれと今日吉大社というふうに申しておりますけれども先ほど日吉大社は 比叡山のお山の神様比叡山の守りの神様をお祭りをしておるというふうに申し上げましたけれども今は日吉大社というふうに言っておりますけれどももともと比叡のお山の神様をお祭りする神社なんですねそこに漢字で当て字で「日吉」と書いて「比叡と。 比叡のお山の比叡をととと書いたといたうことですあの大阪に住吉大社という住吉さんというねあ,のあ,あるんですけれどもあれ,あれも住之江の神様をお祭りするんですけれども住吉と書いて住吉さんというふうに呼ばれるうそういうことだということを <laughs> 最初に申し上げさせていただきます、えー、そこで、えー、ひえ先ほど司会の方があ申し上げ、えー、言っていただきましたように遠慮義さんがあ、まあ、あ平安時代に伝教さん第一さんがあ比叡山の頂上に、まあ、修行の地を求められてお入りになられる、まあ、その前からあこの比叡の お山山は霊山としてそびえておったそのお山の神様をお祭りをする神社が日吉大社であると、まあ、こういうことでございますそれとあと一点あの三皇総本宮日吉大社というふうに申しておりますけれども三皇総本宮の三皇というのは 先ほど第一部で、えー、水尾獅童様があお話になりました天台山中国の天台山天台山のお神様をですね山王元筆神君という神様あがお、ままあ、祀られておるというその山王の神様ということで山王、えー、総本宮、まあ、全国に、えー、3800の おえー、まあいろいろなあ東京で言えばあの赤坂の比叡神社がありますけれどもその本宮が総本宮が日吉大社だと、まあ、こういう始まりということで。 えー、自己評価を兼ねてちょっと時間経過しましたけれども<笑><笑>あお話をさせていただきましたどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございましたそ,そしたら、えー、続きまして、えー、続きまし沢野さん、えー、道元さんお願いしたいと思いますえっ、ー、比叡山遠略寺また東、えー、大社とも、えー、いろんな形でえっ、ー、とお仕事にねあの関わっておられるということで、えー、沢野さんよろしくお願いします沢野道元でございます <laughs> 私は、えー、現在住まいしておるところあるいは生まれましたところに近くに松尾大社という神社がございますそこはですね日吉大社さんと同じ大山食の神様をお祀りしておるわけです、えー、ちょうどですね、えー 私どもの住まいするあたりは秦市がですね、えーまあ、開拓して、えーまあ、開けたあところなんですけれど秦市がお祭りいたします太秦のですね、えー、この島にいます天照御霊神社現在では「蚕の社」という愛称でですね知られておるわけですけれどちょうど 松尾大社の日崎の峰それから蚕の社それから比叡,比叡山ですね比叡のお山これが一直線に並ぶわけですねちょうど蚕の社から見ますとですねえ夏至の京都で言いますと夏至の日が昇るのがえー 山山の山なんですそれから当時の日が没する時ところが松尾の山なんですね。そのように一直線で、えー、結ばれておるということでですね小さい頃から、えー、比叡山はしみ親しみを込めてですね眺めさせていただいておると いいうことでございま,す、えー、まあ、あのー、私はあ、まあ、現在円楽寺の根本中道の修理を担当させていただいておりますが日吉大社さんの東本宮ちょうど大山国の神様をお祭りしております東本宮の修理も 携わらせていいいたただような次第でございます、えー、ちょうど坂本の思い出と申しますとですね少々コマーシャルになりますけれど味は一番電話は二番店は門から三軒目というね剱そばがございましてね、えー、必ず坂本を訪れます時はそこの剱そばに。 そば、えー、を食べに参るわけなんですけれど、えー、その鶴るそばのお店の中にですね大津絵というのがですね飾ってあるわけです。これも独特な絵でございましてねそれとですね岩山大師さんがですね日本で初めてのお札だと思います五婦ですねお札角大師というね おお札をお作りになった。そのお札とね大杖がね何かなんらか似ておるわけですね、えー、私はそこまで調べてはおりませんけれどね、えー、そういう,うまあ坂本の地はですね、えー、そういう渡来者の志賀の妖という,う 人たちが多く住んだあところでございます、まあ、滋賀県と言いましたりその比叡山や、えー、坂本がございますところは滋賀郡と昔行ったわけなんですね。滋賀という,う言葉はですね、えー、おそらく博多のですね、えー、滋賀の島ね。 博多湾の入り口にあります滋賀の島から来ておると思いますそれで、えー、滋賀県もその阿道川安住川と申しますけれど、えーえー、滋賀の島も安住市の本拠地でありますしねそれから信濃に行きますと安住野と滋賀高原ねそれから近江では えー、し,しがっとそれから安藤川こういうように安住市の本当に大昔進出しておったところだなというのがまあ私の印象でございます。まあ、よろししくお願いいたしますどうも はいありがとうございますなんかこのままずっと喋っていただきたい感じがあってねあの大津えとかねあの辻大師さんあの岩山大司の辻の大師さんとかは私の実は研究領域でもございましてあの本当にぜひともあのね写真なんかお見せしたかったところですがちょっとご用意できてませんのではいすいませんでは続きまして、えー、クリスさんではお願いしたいと思いますまあ、今回、えー、ね先ほどもご紹介ありましたようにあの根本中道のね大改修の のところをバーチャルリアリティで表現されているというクリスさんですがまああのちょっとね自己紹介と比叡山のつながりお願いしたいと思いますありがとうございますアイプレゼンスのクリストファースと申します今日はありがとうございます えー、私の方はですね建築と IT という少し違った角度から今日はお呼びいただいて、えー、登壇させていただいております延暦、えー、寺さんとは数年前にご縁がありまして、えー、ちょうどその時ですね2018年19年頃なんですけども、えー、ちょうど1200年歳 というので円略、えーまあ、寺さんを、えーまあ、新しい形でプロモーションしていきたいとで海外にも向けて、えー、どんどん発信していきたいと円略、えー、寺さんの教えを発信していきたいということでご相談いただきまして、えー、我々です、ね、こういった遠隔操作しながら遠隔地を体験できるようなロボットを提供していたりとかそういったシステム開発をさせていただいております。で今写真に出ているのがです、ね、ちょうど え坂本のえ日吉大社に向かう坂本の駅からちょうどえ北に上がっていくと日吉大社があるんですけどもそこに向かうところのえ桜並木の写真になっておりますでこれですねあの病院で入院されてる方とかがやっぱ花見の時期って外に出れなくてすごい寂しいと。 いうふうなお話もありまして、ちょうど大阪の大阪市総合医療センターさんというところの看護師さんであったりとか、肝病棟で入院されているお子さんたちがこういうロボットを介して坂本の街を一緒に歩き回るというような取り組みをさせていただいております。で、ちょうどその時にですね、あの坂本の歴史であったり、比叡山の歴史とかを勉強させていただきながらこういう取り組みをしている中で、えー、まあ,あの非常に石垣の 有名な町だったりとかもちろん神社であったりお寺であったりとか非常に建築的にも伝統的なものがあるということでお話をお伺いしている中でこういったその VR とかですねあの今根本中道自体が大改修中でちょっとプレハブみたいな形で囲まれちゃっているんですけども来られた方に完成予想を デジタルの力で見せてあげたいということでアプリなどを開発したりさせていただいております。後ほどちょっとそちらの方もお見せできればと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。今ちょうどあのイギリスの様子もあの出ておりますけども、そうですね。えー、私はあの父がイギリス人で母が日本人でして今妻と子供はイギリスにおります。この写真は私の妻がロンドンであの撮った写真なんですけども、えっと建築はイギリスで勉強しているんですけども。 イギリスの建築はやはり見ていただいているように、まあ、ロンドンに行くとこういった石造りの建築がやはり非常に多くありまし、えー、と新しい建築もまあ鉄とガラスを主体にした建築物が多くてですね なかなかこういった日本の伝統的な木造建築っていうものを学ぶ機会がないということで、えー、ま大変私も興味深く今回のプロジェクトに携わらせていただきました。はい、ありがとうございます。後ほどね、あの当在の建築の様子、まあ、比較みたいなことも含めてお話しいただきたいなと思っております。それでは時間もございません。次に進めていきたいんですけども、先ほど今あのお話ありましたクリスさんのその VR ウォーク スルーですねこれを、えー、体験していただこうというこれ2番の、えー、コーナーはそれをしたいなという,ふうに思いまして、えー、ちょっと画面をクリスさんの、えー、パソコンの方に切り替えていただいて、はいえー、ではどんな様子で、えー、今あの、えー、バーチャルにできているのかちょっととお願いいいいしたいと思いますはい、ありがとうございます。えー こちらはですね、延暦寺さんのホームページには、実はすでに公開されております。今日来られた皆様も、この後お家に帰られて、延暦寺 VR と検索していただければ、すぐに見ていただけますので、ぜひ楽しんでみていただければなと思っています。で、そのページがこちらですね、延暦寺の VR のウォークスルーで、この根本中道、改修中の根本中道で入りたいけど入れないような、 場所も含めててスキャニングさせていただいておりますもう一つがですねこの AR 体験アプリというものでこちらの現地に行っていただければそのスマホであったりとかタブレットをかざすと完成予想がそこに浮かび上がるというようなそういうアプリケーションも現地に提供させていただいておりますので合わせて遠隔で見ていただくというのと現地に 行っていただいて楽しんでいただけるというようなものを提供しておりますでちなみにですねこの VR ウォークスルーを体験してみるというのをクリックしていただくとこういった画面に飛びます,す<ご> <laughs>、はい、こちらがですね根本中道の完全な360度のスキャンというのをスキャンニングさせていただいておりますこちらあの冬の えー、すごく寒い時期にですね <laughs>、えー、数ヶ月かけてスキャニングしたそういったものになっておりますこういう 3D の情報とですね、えー、4K のカメラ映像の中を歩き回ることができるというような仕組みになっておりますこれは要するにあれですよ覆いがある中を行ってる感じなんですよね今大回収中なんで、ね、そうですねこののののの外外側側ののフレレームが鉄骨の外側のプレハブの もので、えーと、回収している間をどを守っている、えー、そういうものになっております。で、こちらあのウォークスルーをしながら、えー、このコンポンチュードの、えー、見どころですね、回収中の見どころっていうのもこの動画に、えー、作って、えー、提供させていただいております。こちら動画をクリックしていただくとですね、えー、例えば入り口に行くと、まあ今日も、えー、来られている水曜資料のご挨拶から始まります。 ようこそ本本堂根本中堂根中のお堂は、この後ろに見えるのが,が最初に冷えざで,なで営んだお堂、一条士官院というのをちょっとあの時間の関係もありますの、ね、で、ちょっと飛ばしながら<笑><笑>していただきたいあの。で、この右側ですね、ちょうど車寄せの見どころであったりとか、まあ、回廊の屋根であったり、こちら、瓦俣ですね。 後ほどちょっとお話もあると思うんですけどもえっ、ー、とちょっとこの河原又の方も見ていただきたいと思いますカエル又ごめんなさいカエル又ですね失礼しましたカエル又です、ね、根本中道にはさまざまな彩色が施されています 代表的なものの一つにカエルマタと呼ばれる部材の彫刻が挙げられます本堂と回廊を合わせて約100種類の彫刻が彫られています彫刻には十二支や空想上の動物などが表現され国際式で塗装が施されていましたが風雨にさらされて 塗装が風化しています彫刻にわずかに残る被膜を手がかりにさまざまな調査を行い建立当初の華やかな彩色に塗り直します。という、まあ、あの1分ほどの動画をいくつかえこの中に組み込んでですねあの歩き回りながら勉強ができると、うん、で今の、えー、ものに関してはまさしく佐野さんのところで あの再識、えー、であったりとかをされているようなものになっています。で少しちょっと時間を取って実際の中を、はいえー、歩き回ってみたいと思います。水曜修行もしあのこちら少しずつご説明していただきながら歩ければと思っているんですけども <laughs> いかがでしょうか。すごい贅沢ですね。<laughs> <laughs> 水曜修行にこちらがあの入ってすぐの回廊の方ですね。はい、そうですねあの書き落として言うんですね。 あのの塗りを全部落とした状態剥げた状態ですねこれから再色している、はい、今,今の中道で今左側の回廊が、うんえー、塗装の準備に入っています、うんうん、はい。それではちょっと外人の方までいってみます、うん、こちらが実際に、えー、不滅の宝刀が祀られている えー、部分になってくるんですけども、えー、とこちら、えー、外人があって、えー、で中人ですねこの中人までは、えー、と参拝者の方々も入れるということで,でこれ天井を見ると何、えー、でしたっけ天井絵があったりですねと普段参拝者の方はここまでは入ることができるんですけども<ー>さらにこの内側内人というところも、えーはい 入ることができませんただ、えー、この VR のウォークスルでその中まで、えー、入り込んでですねこの不滅の砲塔、ねえー、映像であったりとかですね、えー、この中を、えー、少し歩き回ったりとかそうですねこの下の土間を歩いていただくというのはここでしかできないことですね。ね このような形であのこの奥の方にも、まあ、普段、えー、皆さんなかなか見ていただけないようなあの国宝のものがあったりですねそういったものもすべてスキャニングされているような形になっておりますでさらにものすごくあの圧巻なのがですねこの外側ですね えと外側に行っていただくと先,先ほどまあ回廊の方を見ていただきましたけどこのような形でまあ車寄せの造形であったりとかえこういったそのえまあ木材をこう曲げて造形しているえものであったりえこの回廊の屋根ですねとかあとは、やはり迫力があるのはこの大屋根ですね、うん。そうね <laughs> そうですね、こちらの方ももう本当に回収している時にしか見れないような、うん、この木造の状況であったりとか木の組み方であったりとかそういったものが今見えているような形になっていますでこちらあの、まあ、ご担当されている方もですねやはりこの回収の準備であったり企画をする時にものすごく苦労されたのがやはりむ昔の文献であったり図面だけを見ても この瓦を剥がした後ですね銅板を剥がした後に何があるかわからないえと土地が敷いてるのはわかるんだけどそれが何層になっているかわからないであったりとかまあそういったえ悩みを持たれていました。でえ今回ですねまあせっかくのこの改修のタイミングでこういう映像と 3D のウォークスルーを残すことで次の世代 ですね、次のタイミングでも、まあ、参考にできるようなそういう情報を分かりやすい形で残したいという、まあ、そういう、えー、お気持ちも、えー、ありましたですで、まあ、こ,れこちら2つの、えー、側面がありまして1つは、えー、遠隔の方であったりとか、えー、私もこれ、えー、海外の、えー、建築の学生さんとかにも見ていただいたりしてるんですけど海外への まあ、いろいろなメッセージそしてこの建築ですねその伝統この改修の様子というのを分かりやすい形で残していくというようなことでこういうような取り組みをさせていただいております。 はい、ありがとうございます、はい、本当にまあ貴重なこれあれですよね今まあバーチャルに見ることはできるんですけどもその資料としてもあの非常に貴重なあのものであるということが、はい、あの理解できましたさて澤野さんどうでしょうあのこういうふうな、ね、今現場におられるわけですけどもこういうバーチャルなものをご覧いただいてちょっとご感想を一言、はい、いやもう現代ですからねこういうふうにね簡単に <laughs> えー、映像で見られれますけれど昔でしたら決してこんなものはね <laughs> 修理中には見れなかったと思いますしかし映像で見るのと本当の現場におるのとではですね、まあ、空気感が全然違うと言いますかね,すね、えー、やはり、えー、まあ ほこりっぽいわけですよ <laughs> <え> <laughs> 現場はね。ですから、うん、カビやいろいろなね、うんえー、そういうものがもう漂っておるわけでして、うん、まあ、えー、健康的に、えー、この映像で見られるというのはですね <laughs> まあ素晴らしいなと <laughs> <laughs> 思います。またこういう今後文化財の修理にですねこういう技術がですね どう活かしていけるかということも、まあ、真剣に考えていかなければいけないなと考えます。はい、ありがとうございます。はい、馬渕宮司さんも一言 VR どうですか？これ坂本の町にもあの本当にすごいですね、えー、ドローンでねえー。撮っていただいて。えー とということも、あのー、八王子山、ぐ日吉大社の裏にある八王子山、あちらに奥宮さん、清水寺の小さいあのような家計作りのお社があるんですけども、あれなんかもドローンで撮っていただいているんですけども、今回、このクリスさん、えー、見せていただいた、これで撮っていただくと、まさに。 えー、非常に自分がそこにいるような,なあことをもた、えー、体験させていただきましたので、うん、また、坂本はもう本当に名前の通り坂ばっかりのところなんで <laughs> あので本当に、えー、宝物いっぱいあるんですけれどもそれをなかなか見ていただくことも難しい。 その魅力を体感してやること難しいんですけども、この技術を生かせば坂本の良さも非常にいろんな方に発信できるんじゃないか、本当に感心いたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたちょっと私のあのパソコンに切り替えていただいて、あのこれね、あの僕もどうどういうふうにこのあの 映像を、ね、作られたのかなと思いまして本当にクリスさんの作られたあの画像ねあの歪みがないしその継ぎ目が本当に自分で歩いてるかのように見えて僕もびっくりしたんですけどなんこういういろんなあのカメラ <laughs> このカメラを駆使して撮影されてるんだということでもう本当に大変な労力が終わりやったんやろなとか想像しながら、はい、でした。 はいいいどうううもさんあありりががととごござざままししたた、はい、そしたらですねまだまだいきますよ <laughs> 続きます3番目、えー、いよいよですね大改修の始まりということで、えー、先ほどあの水尾修行さんからも、えー、大改修どういうことなのかというようなことで、えー、一部で基調講演されましたけども、えー、一応もう大体、えー、っとどうなんですかねえー、っと修行様。あの もう八割がえ七割方ぐらいは進んでいる感じなんでしょうか。いやあのあんまり根拠はないんですけども見た目の感じでは七割からまあ八割はまだ行ってないかなという気が。うん、これあんまり根拠ありません。<laughs> そうですか。え <laughs> <laughs>、ね、あのちょっとね今ここで、えー、写真をあのご提供いただいてますんで、えー、多少これを見ていただきながらあのちょうど水野先生が 土地吹きの話をねされてたこれがちょうどそのそうですね。これ材料が積み上がってますけど、はい、ここへこう板をい枚ずつ並べて口からあの竹の釘ですかを出してポン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  <laughs> すごい作業がずっと単純作業ですけども <laughs>、ね、あの続いていましたですね。今まだこれも続いてる状態だと思います。 あの竹の釘なんですね竹の釘を加えてねあの行かれるというねそれあのこ,こちらの現場に行きますとねあの動画でそれをちょっとまた見ることもできたりするんですあの実際に作業もされてるんですけども<ー>、はい、またまたそれも見ていただけたらと思うんですがはいありがとうございますそしたら、えー、とちょっとここからですね、えー、いよいよ澤野さんにしっかりお話しいただきたいところなんですが澤野、えー、道玄さんのところで、えー、修,修理作業をね、えー されてるわけけですけどもどんな感じで修理をされているかというところでまたあの画像を提供いただいているので私ずっと回していきますんでちょっとお話しいただけたらと思います。今ちょうどですね「えー、ちゃん塗り」と申しましてね「はいえー、ちゃん塗り」の下塗りをいたしておる画像ですね「はいえー、ちゃん塗り」と申しますのはですね えごま油 <laughs> とかですね、うんえー、いろいろ混ぜまして油性塗料を作るわけなんですね。和製の油性塗料ですね、うんえー、それでチャンという言葉ですけれど、うん、チャンは中国とかね中国人という、まあ、古い時代には 中国人とか中国をちゃんとまああまり呼び方ではないですけれどちゃんと呼んだわけですですから中国式の塗り方だというのがちゃん塗りなんですねですから、えー、ちょうど軸部と申しましてね柱柱の頂点から下ですねここはね雨風がかかるわけなんです。ですからこの 油性塗料を塗るということなんですね、えー、ですからまあ割と持つわけです、うん、それから軸部の上の方軒の辺りはですね二、えー、塗りと申しましてね二皮と顔料を混ぜるわけなんです顔料ですねこの,この辺はね二塗りですね、うん、えー 二塗りの炭と字を書いて二塗りと読むわけですけれど、炭というのはね鉛なんです。鉛を800度で加熱しますとこんな色になってくるわけですね。うん、これが二塗りです。ですからこの塗装もね、えー、下の方と上の方では塗り方あ塗る材料が違っておるということですね。うん これは彩色を、えー、しておるとこですね、これはあのー、花ひじきの彩色となっておりますけれど、えー、雲んになっておるわけですね、濃い青から薄い青、白と、3段階の雲原彩色になっておるわけですね。えー、それで まあこれもその「雲ん彩色」ですね「こぶ花の彩色」と出ておりますけれどこれも「雲ん彩色」なんですね。これはですね「剥落止め作業」と申しましてねえ古い絵の具層ですね古い絵の具層それは書き落としてしまわず 残そうと、ねえー、そういうことで「剥、えー、落止め」と申しましてね、えー、注射器を使ったり、えー、いろいろな道具使うわけなんですけれど剥、えー、落止め作業をいたしておる、まあ、状況の画像なんですこれはね、えー、この剥落止めした 上にですねもう下の彩色を残しておいてそれからまた今回新たにですねの彩色を施していくという作業をしておるわけなんです。なんせですね明治の修理えそれから おそらく法歴の修理あたりからですね採式は,彩色はですね修理をしてこなかったんです昭和30年の修理も全然修理をしておりませんからねもう絵の具層がまあほとんどと落ちておるという状況であったわけですね。そういううい中でもどの元はどのような あの彩色が施されていたのかというのを十分調査いたしましてですね、はいうん、え復元に努めておるわけなんですねなるほどやっぱりどういうふうな色を使われてたかそれは研究者とご相談されたりとかそれはねるど,、うん、どういう絵の具を使ってきたかというのはね、はあ、もう皆今の現代の科学のね 分析力ですね<ー>我々の頭では分析できませんのでまあ言ったら木の破片みたいなところから、はい、どんな色を使ってたかっていうことが分かるってことですねそういう、うん、どういう鉱石であったかとかねそうそうどういう物質を絵の具に使ってたかということから色が分かってくるわけですね、うん、とこれは5分ですね5分、うんはい、皆さん5分と言いますのはね えー、柿の貝殻なんです <laughs> ね貝殻を粉末にしましたのを三川に混ぜましてね三川液に混ぜまして塗るのが五粉塗装なんですけれどねもともと「五」という字はですね舶来、えー、のという意味なんです舶来<あ>まあ日本産ではないと。<laughs> いうことでね、もともと中国から絵の具を輸入しておったわけです。うん、それは、えー、白あの。どういうんですかね、中国の、そういう。うまあ。五歩、五歩と言いますかね、うんえー。また中国で作った貝殻の。 ああ5分だったんですね、うんうん、それが桃山時代ぐらいに日本でえ柿の貝殻がたくさん取れましてね、うんうん、それを使ってえまあ5分塗りをするようになりましたけれどもともと地はこのままでですねでそのまま使われておるという状況ですね、はい。ありがとうございます じゃあこのセクション最後になるんですけどねこのちょっと屋根のところをえ見ますとこれが前ちょうどあの銅板なんですよねこれ銅板を剥がしておられるところなんですが現在は こっち側でもう新しい銅板が今ついてるんですで私もともとこの、ねあのー、根本中道といえばやっぱり緑色の屋根のイメージがあるんですでこれは銅板やから、えー、っと錆びてきてこの色になってるんだっていう理解をしてたんですけどサムさんさっき聞いたらちょっとちゃうぞというあのー、<laughs> 結局ね今の銅板はね、まあ、そういう,う本当に純粋な銅なんです <laughs>。 ね、もう精錬されて純粋な銅,銅板が出来上がるわけですですから今銅板で屋根を拭かれましてもね6升色にはなってこないんですで,ですからね国技館なんかの屋根もね皆、ね、六升色にね、うん、塗ってられるわけなんですよ。それ、えー、は塗っておられるんです、えーあのー。今の銅板はどう変色してくるかと申しますと。 黒くなってくるんですね黒くだんだん黒くなってくる<ー>あ六章色にはならないわけなんですねまあそのうち黒色に皆さんも目が慣れてこられましてですね <laughs> 根本中道の屋根は黒いと <laughs> なってくるかと思いますけれどねはい。 ありがとうございます、まあ、なかなかね、ちょっと僕も初めて、えー、お聞きした話もあったりしまして、まあ、後ほどね、また、まだまだ、あのー、修理、保存修理の真髄については、後ほど、えー、しっかり語ってい,こういただこうかなというふうに、えー、思っております。えー、ではねね、えー、次にね あのこの大改修とは一体何なのかどういう意味があるのかなというところにちょっと入っていきたいんですけども、えー、初めに、えー、ちょっと真淵宮司さんですに、ねまあ、神社ではまあ大改修と言えるのかちょっとわからないんですけど遷、まあ、宮という、ねえー、ことがあったり言われますがちょっとその辺りを真淵宮司お願いいいしたいんですけどもはいえー、今ご覧をいただいておりますのは。 東本宮2100年前にここに沈まられた地主の神さんというふうに申し上げましたその東本宮25年にだったと思いますこれはお屋根の吹き替えを国宝なもんですから国の補助をいただいてお屋根の火花の吹き替えをしていただいたわけなんですが。 えーまあ、神社の場合にはあのー、ご神体はあ見るべからずという、まああのー、<laughs> ご神体見たら目が潰れるっていうようなことは昔言われましたけど、あのー、回収をするとする際にはですねお屋根の吹き替えをするとそこに上りますので、えー、神様に失礼にあたるということで、えー、ご神体は仮のところにお移りをいただく。 そして、えー、吹き上がった修理が終わったら、えー、元のところにお戻りをいただく、これがまあ御遷宮ということになります。えー、それで、えー、皆様よくご存知の,あの伊勢の式年遷宮という制度が、これがあの20年に一度行われます。えー、今回もあと10年後には伊勢の神宮の式年遷宮が行われますけれども、えー、私どもの東本宮の ご戦具の映像をさっき見ていただきました。まあ、そういうことで、えー、ご身体があ、まあ、夜に、えー、仮に移っていただく、また元に戻っていただく際もお人目に触れないようにあのマークで覆ってそれでお移りをいただくと、まあ、こういうことで、えー、ございます。えーとおまあ、大改修、まあ、東本宮の改修も 平成の25年に終わらせていただいたんですけれども根本中道今もう10年以上あと3年後には大改修が終えて素晴らしい根本中道がもう面することができると思うんですけれども神社の場合には日吉田社多くの御社殿がありますけれども50ぐらいの御社殿があるんですけれども。 もう大改修にはちょっと及ばない。 まあそんなようなことを申し上げてちょっと時間もありますので応援させていただきますあ,ありがとうございますまあねあのやっぱり、えー、っとこの遷宮とねあの式年遷宮と大改修というのはまたちょっと意味合いがね、えー、全然違うのかなというところなんですけどもでも式年遷宮も20年に1回なんで20年かなとかね、まあ、いろんなあの説があったりしますでもやっぱり、えー、そ,れその技術をねやっぱりしっかり伝えていくためにやっぱり建て替えなあかんねやっていうのも一つの,あの説としてあのよく言われてるんですけども。 やっぱり技術伝えていくっていうのは非常に大事で,で大改修もその一つなのかなそういう意味ではちょっと近いところがあるのかなって私なんかは感じたりしますで、えー、とまたあの、えー、佐野さんなんですけども、えー、とちょうどここで今あのらく止めの話先ほどもちらっとしていただいたんですけどもあの、まあ、文化財の修理というところでその意味合いを少しちょっとお話ししていただけたらと思います。 あの先ほどまだ <laughs>、えー、言葉足らずだったかと思いますけれど、えー、彩色剥落止めといいますのは、えー、実は新しい技術なんです。えー、昭和27年でしたか法隆寺の金堂が火災になりまして、えー、その金堂の壁画がですねまあ まあ、燃,え燃えちゃったと言いますかね、えー、傷ついたと申しますかそれでなんとかその壁画を残さなければいけないというようなことで剥、えー、落止めを始,始まったわけなんですけれど、えーまあ、なんせまあ手探りなあ技術なんで、えー、まあそれが。 まあ、合成樹脂から出発したわけですね合成樹脂を使って、えー、処理をし始めたわけですけれどもう現在ではニカワというね、えー、彩色はニカワと顔料を混ぜて、えー、彩色をしておりますからニカワを使って白濁止めをするという技術に まあ変わわってきてきおるわけなんですねですから剥落止めという技術もできるだけですね後世にの残すという意味ではですねまた後世に剥落止め修理が永遠にこれ修理できておるわけではございませんのでやはりこのまた50年。 100年経ってからですね、えー、平令和の修理はこういう修理でダメだったということにならないようにですねまた修理ができますように、えーまあ、修理していかなければいけないわけです。まあ余談ですけれど私も今ね看護学校でね授業を持たされておりましてねなあ なぜこの文化財の修理の人間が看護学校で、えー、こんな授業をしなきゃいけないのかということを考えましたらね私、えー、看護学校の学生は人間を相手にした、まあ、修理なんです <laughs> 私は文化財を相手にした修理なんですね、えー、しかしね人間はいつか皆 あのように言っていただくわけですけれど、えー、文化財をあのように言ってもらったら困るわけなんですよね。そこが非常に難しいと、あいうことを常々、えー、感じておる次第でございます、はい。奥が深いですね。ありがとうございます。<laughs> はい、えー、それではですね、まあ、今ね、ねあの白楽止めとかまたね非常にコツコツとね、えー、長い時間がかかる作業かなと思うんですけどちょっとここで、えー、クリスさんに、ね、クリスさんがは、まあ、イギリスで建築も、えー、学ばれたということを先ほどお聞きしましたけどもちょっと、えー、そのイギリスの方のそういう修理 <laughs> みたいな、ねえー、ところの話もちょっとしていただけたらということでははいいいお願いします、はい、ありがとうございます。うん まあどうしても私の場合イギリスとの比較みたいなことを常にするんですけどもこれはあの今写真に出てるのはですねウィンザー城といいましてまイギリスロンドンの西に1時間ぐらい車で行ったところにありましてエリザベス女王が一番好んだお城ということで有名だったりすると思います。こちら私の今住んでいる家から車で20分ぐらいのところなんですけども。 大体いいこちらの建物も11世紀に建てられたものなんですけどもなかなかこういったイギリスの日本の木造建築に対してイギリスの場合はやはり石造りのものが多いので一度建てたらもうそれがどれだけ長く持つかそこに価値がどんどん出てくるというような違いがあるかなと思っています。でこちらの建物も まあ外壁に関してはやはりイギリスも定期的にきれいにしたりはしていくんですけどもえ日本のようにですね完全に建て直しであったりとかそういったところはまなかなかえないというところがまあ大きな違いかなというふうに思っておりますあとはまああのえと今回の改修の意味合いみたいなことも聞かれていたんですけどもまあ私もやはり建築を勉強していた中でやはりですねあの えー、論理だけ理論だけ勉強してもなかなか、えー、技術が身につかないといいとうのを経験しています、えーまあ、図面はかけてもいざ現場に出ると全然違ったとかわ、えー、からないっていうことが多々あるんですけども、まあ、こういった、えーまあ、建て替えみたいなことを通して、えー、伝統的な技術を、えー、とつないでいくそれをまた一から、えー、次の 世代が学んでいけるっていうのが、すごく価値のあるところかなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。まあね、イギリスの方はほとんど、まあ、建て替えがないというようなところなんですけど、まあ、日本の建築は、そういうふうに、こう、技術。まあ、建て替えとか、改修があるから、まあ、技術が伝わっていくとか。まあ、そういうふうに、まあ、おっしゃるわけですけど、クリスさんのテクノロジーなんかね、もう。日々、日々、変わっていきますからね。<laughs> もう、常に、そのことを考えてないといけないみたいなね。そうですね。ねすそうですね。まあ、あの。 やはりこういった建て替えであったりとか改修というのがそういう新しい技術を使って伝統的な技術を守るもしくはさらに先ほど申し上げましたけども新しい改修の仕方っということがどんどん試されてそれが積み重なっていくというところに価値があるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございいますはい では、えー、引き続きい、えー、きたいと思いますが、あのーまあ、ここからはですね、まあ、今、まあ、建て替えのこととか、まあ、いろんなやっぱり、えー、と技術の継承の話とか、えー、いうようなことになってきたんですけども、えー、やはりこれ伝えていくことつないでいくことやっぱりこれは 人間がやるっていう非常にまあ大事なところなんかなというところで、まあ、ちょっとこのセクションではちょっと人材育成というか、まあ、そういうようなところにまあ話をちょっとしていきたいかなというふうに思っておりまして。 えーまあ、それとまた伝えていくっていうことね、まあ、そういうふうなこうちょっとお話をしていこうかなと思うんですが、えー、水尾修雄さんにつきましては、えーまあ、この大改修においてですね、まあ、のずっと、えーまあ、大改修はもちろん、あのー え表明のところではされているんですけども、あの僧侶の修行でありますとか、まあ、日常の営み、延暦寺の営みというのは続けておられると思うんです、まあ、そのあたりのこう現場の、えー、まあ僧侶の方の感覚でありますとか、改、ま、修、あ、しながら営みがある、まあ、そういうふうなところで、ちょっと一言お話しいただけたらと思うんですけども。えー、根本中道は総本道ですので、延暦寺にとって重要な法義といいますか。 おお勤めがもうずっと続いておりますその日日のお勤めであるとか、それから年に恒例の行事であるとか、そういったことについては、大変工事の方にご無理を申し上げて、通常通りそれを行えるように、また参拝も通常、必ずその参拝していただけるようにということで、通路をこう確保していただいております。まあ、そういういい配慮をいただきながらら今の工事は続けられておると えー、漆塗りなんかもです、ね、全部現場でもちろん行われますので、えー、その漆が参拝の方にどう影響するかなんて心配をいたしましたけれども、そこのところも多分、作業にはいろいろしあの不都合があろうかと思いますけど、そこをこう調整しながら、えー、塞いでいただいているものというふうに思っております。えー、<coughs> 通常の お営みをしながら工事を続けておるということが、まあ、我々にとっては非常にありがたいことだと。 思っております。はい、ありがとうございます。ちょうどこれ未施法のね写真お写真をちょっと出させていただきましたけどね一方では上ではねあの屋根の修理をしながら日常あの修行の方は毎日こういう風うにお祈りが続けられているというようなところも分かっていただけたらなっていうふうに思います。それからえっ、ー、とまたあの澤野さんにお聞きしたいんですけどもまあ、人材育成というねそのまあ、技術ももちろんそうなんですけどもそういう風な ことが、えー、この大切さを分かっているまあ人材をまた育てていくとか、えー、いうようなところでまああのさ、ー、んさんはえー、っとこの修理保存修理をする会社をね、えー、作られたということなんですけどもまあそのあたりでちょっとこう人材育成の話と含めてお話をいただきたいなと思うんですが、えー、私どもの会社は一応株式会社になっております。 えー、株式会社にいたししようと考えましたのは私がそういうように考えて株式会社になったわけではないわけですわ私どものもとで働いておる者が結婚式を控えましてですね誠 <laughs>、まあ、に申し訳ありませんが なんとか会社にしてもらえませんかとまあ個人営業ではダメだというようなねえことをまあ言われましてねああそうか若い方は皆株式会社何々とかそういうようなところに勤めてるんだというようなねそういう思いがあるんだなと。 というのを初めてて知りまして私はもうそんなね法人化しますとあいろいろ大変でございますけれど今のご時世はそういうことなんだなと思いましたですからね最近はね皆昔はねこの私どものところに参ります 若い方もですね、なんとかこの仕事を覚えて、手に職をつけて、えー、生きていきたいとかね、そういうことを言ってくれたもんですけどね、今はね、初任給いくらですかとかね、<laughs> まあそういう話になるわけですね。えー、ですから、全然、えー、この都定制度というんですかね、そういう。 我々の世界は都堤制度で今日まで来たわけですけれど、もう都堤制度がね、もう通用しなくなってきたわけです、それはすなわちですね、まあ、今後ですね、また次の根本中道の修理のときはどうなるのかなと、人材はどうなるのかなというね、危惧を非常に高めておるわけですけれどね。 まあ少ないなりにもですねもうお給料はいくらでも結構ですから文化財の修理の仕事をさせてくださいというのがたまにあるわけですね <laughs> まあそういうたまにあるのが非常に嬉しくてねまああの今後もですねまあそういうたまにある人だけではなしにですねえお給料いくらですかと聞いてくる人もね 80点が取れるぐらいに、えー、まあとにかく技術を高めていくよう指導をしておるところでございます。 あの面白おかしくちょっとお話ししていただきましたけどねでもあのやっぱり会社にすることでやっぱしっかりその技術をねあのきっちり伝えていくっていうことはあの僕はできているんじゃないかなっていうふうにあの実は理解しておりましてで、まあ、そのかい、まあ、があってかというかあのこういうふうにねあの今,今やもうユネスコの、ね、無形あの文化遺産に登録されたという。 まあ、こういうふうなことにもつながっているということなんで、まあ、もちろん、これは澤野さんのところだけじゃなくてね。あの、本当に匠の、すごい貴重な、あの、技っていうのが。世界に認められているというようなことも、皆さんちょっと、ご承知おきい,いただけたらと思います。はい。えー、それから。クリスさんはどうですかね、そういう人材、これからの人材、この技術、どういうふうにつないでいくかとか。はい。そうですね。あの、まあ、先ほども。 お話ししたのと被るかももれないんですけどもやっぱり、まあ、あの先ほど現場に入ると誇りっぽいんだっていう話が <laughs> あったんですけど、えっとまあ、我々がそうしたらその誇りっぽさを少しでも軽くできないかということでこういう IT の技術を使うことで IT を介した新しい勉強の仕方今まで何年もかかって技術を習得していたのが。 ーこういうい 3D の技術であったり動画であったりとか普段会いに行けないような匠の方と会いに行けるような機会を作っていけるっていうのがまあこういった IT の素晴らしいところかなと思っていますでこのまあ技術の世界もどんどん進んでいましてでそのど真ん中にいる私自身ももうついていくのがやっとなんですよねもうアップルのーキーノートも先日ありましたけども,もうどんどんん 新しいものが出てきて私もものづくりは、えー、と小さなロボットとかも作ってたりするんですけどもう全然ついていけないっていうのが、まあ、正直なところですただ、えー、と先だけを見るのではなくて、えーまあ、これからアップルが、えー、とビジョンプロってこういう,もう AR の、えー、<laughs> こういうマスクみたいなのを出したりしますし、えー、ウォッチが出てきたりとかスマホはもうだいぶ皆さんお持ちだと思うんですけど。 やっぱりまあそういったテクノロジーが進むことで、えー、と伝統的なこういった技術の継承に役立つ部分というのも多々あるかなと思っておりましてやっぱりそういった伝統,伝統か最新技術かではなくて、まあ、そこがうまくこう絡み合いながらあの、まあ、次の世代に紡がれていくというのが大事かなと思っていいます、はい、ありがとうございます。 そしたら、えー、と馬淵郡司さん、あの今年は参納祭ってありましたけど、まあ、結構ね、地域の祭りもコロナでいろいろ中止になったりとか、もう省略したりとかで、人材不足してるとか、えー、いうような話も聞きますけども、も、えー、馬淵さん、いかがでしたか、こ今年の参納祭。はいい、えー、伝えていく という伝統をつなぐということで、えー、佐野先生から <laughs> お話もいただいたんですが、あの日吉大社の三農祭についても、担ぎ手の人たち、歌謡町というふうに言っておりますけれども、なかなか成り手があ難しいという、そういう状況にございます。と言いますのも、 えーまあ今年は、あー先ほどあー加藤さんから、司会の方からおっしゃっていただいて、もうコロナも収まりましたので、えー、通常に戻ったあ有壮な三の祭、七期のおみこしさんが出されて、琵琶湖まで繰り出していくという、通常の形の三の祭が、ご奉仕できたんですけれども、非常にありがたいかったんですけれども、ただ、 えー、その担ぎ手、えー、の人たちは非常にその悩みを持って、えー、おられます。寝、えーまあ、職は、まあ、別な意味で <laughs> 悩みがありますけれども、会話帳のことということでいえば、三、えーえーまあの祭はですね、 えー、今年も報道で、えー、10人ぐらいのけが人が出たというふうな報道がありましたけれども、まあ、非常に荒々ああしいみこしぶりがですね、荒々しい、みこしがもうひっくり返って当たり前のような、そういうお祭りでございますので、えーまあ、小さなけが人はもう出るのはもう仕方がないというような、まあ、そんなお祭りです。 えーまあ、今回はですね、えー、多くのけが人が出てしまう、まあ、あの重症者はいなかったんですけども、えー、出てしまったあこの原因はですねやっぱりあの3年間もいわゆる危険な人が密集してそして1トンもの神輿を山の上から担ぎ下ろしてくるという、まあ、非常に危険なを伴う。うん えー、3の際ですのでです、まあ、それが継承されないためにいわゆる、まあ、ちょっと変な言い方になるかも分かりませんけどもいわゆるマニュアルがあってですねこの通りやればあ神輿は動きますよというものではなくってまさにその直感、えー、もう先輩方が担いでいく中でもう一瞬のところを体験で えー、学んでいく、まあ、そこで、えー、怪我のない,いそして、えーまああえー、観覧をしていただく見ていただく人も本当にいい感動をおお売ることができるサ野まあそういうことなんですけどもそれが3年間のブランクがあったがために。 ちょっと信じられないようなことで単純なミスで多くの警官人が出てしまいましたそんなこともあるんですけどもそれとは別にですねやっぱり昔は農家の方も多かった担ぎ出たんですねそれで職人さんも多かった。だけどももう お担い手たちのそうです、ね、半分以上あ3分の2ぐらいはもういわゆるサラリーマンの方になってしまったんです、まあ、そうなりますとそういうその危,険なて危険を伴うというかもう退官をして初めてみこしを担うことができるという、まあ、そういうことはですね、えー、なかなか非常に難しいという,うそういう状況になりました。 えー、だから平日では無理、えーまあ、あサラリーマンになりますとどうしても土日だけに限定されてしまうという、まあ、そういうようなこと三王、えー、祭は4月の121314この3日間にあの固定をされておりますので担ぎ手たちが非常にいいのです、まあ、しかしあのあ、えーまあ、安心をしておりますというあのし大きな意味の心配はしてないのはですね三王、えー、祭のおみこしをい 一旦担ぐすと、最初に大体担いでくれるのが中学生ぐらいなんですけどもねもうこの「一旦担ぐと」ともう一生担いだ人たちはもうその時期になると血が騒いでですね <laughs>、えー、みこしに触らないではおられないという、まあ、そういう,う、えー、高まりを高ぶりがある緊張感がある。それで えー、つないでいけるというそういうお祭りでございますので、えー、一番、えーえー、肝心な中央のもう一番大事なところではなくなっていくことはないというふうに思っておるんですけども、えー、伝統をつないでいくというそんなようなことについてはいろんな問題がありますので今後考えていかないといけないと思っておりますちょっとまとままりのなないような話でで恐縮です。いいいい ありがとうございましただんだん暑くなっていかれるというお祭りの話になるとねいや私もあのおみこし今ねやっぱ重たくなかったらあかんねんという話を聞いたことあるんですそれは重たいからみんなで担ぐからそこに結束が生まれるというねそういうコミュニティが生まれていくんだみたいな話を聞いたことあるんですけども、まあ、今日はね そういう話というよりもやはり今ずっとねあの伝統の文化財有形の文化財の、ね、をどう守り続けていくかという話をしましたけどもしてきましたがあの今回まあ今。 真渕さんに、ね、その無形の文化財ですよね、このお祭りというのは、これをどういうふうにつないでいくかというところで、熱、えー、くお話しいただきました、そして、えー、もう一つというと、えー、この、えー、比叡山の、えーまあ、仏教、修行というところも、えー、その無形の、ね、文化財の一つになっていくんじゃないかなと思うんですけども、えー、水戸修行さん、一言、人材のことについて、また、あのこの受け継がれていくことについて、一言お願いしたいです。はい <laughs> あの人材の養成ということで言うと、伝行大使がこの比叡山を開かれた、その一つの大きな目的が、国宝的人材を育てるということでありますので、その結果、山からいろんな人材が輩出したということもちょっと申し上げました。そういったことを思いますと、使命ですので、えー、人材養成ということはあのー、心していかないかん、仏法の教えでは、先人が伝えたこと、 そして伝えられたことを自分でストップさせて次に伝えずに自分のところで止まるということを非常に戒めています、えー、先人から伝えられたものは必ず次に伝えないかんと自分のところで止めてしまうのは大きな罪であるというふうにも言われますまた先人が勤めてきたことがこれが未来の修行者も続けることであり今それを私たちが続けるんだと 現在未来過去,過去現在未来とずっと続いていく変わらないものというのが非常に大事なことだというふうに思っていますしかしながら今その皆さんのお話を聞いてますとやはり変わっていくものもあるということも感じますですけども比叡山は変わらないものをやっぱり守っていかないかんという思いもありますしそういったものも比叡山に皆さん来ていただいて そういったものを感じ取っていただくということも、これは一つ大きな私どもの使命かもしれないなということを今、ちょっと感じておるような次第ですはいありがとうございます。 はい、では、えーまあ、まだ最古ではないんですけども、えー、このセクション6のところはですねちょっと私の方であのお話を少しさせていただきたいなということで、えー、なんですけども「まあ、世界遺産古都の京都の文化財としての比叡山延暦寺」という、まあ、タイトルになってるんですが、まあ、ずっとやはりねあのこうやってお話ししてきますと、まあ、先ほどもまあやっぱりどうしてもこう人材どういうふうにこう、えー、文化財とか、まあ、祭り好きな、まあ、若者を育てるというのも大事かもしれないし。 やっぱり文化財という古いものを大切にする心であるとかそれをやっぱり伝えてい,けいかないといけないんだっていうようなことを、えー、分かってくれる人。 まあそういうふうな、えー、若者をですねまあ、私はま大学でまああの学生指導している立場でもありますんで実はいろんな、えー、あの授業を行っておりますその一端をですね、えー、少しだけ紹介させていただこうかなと、えー、思っておりますまあ、これ実は大津市ねその比叡縁略寺と坂本がございます大津市に、えー、これ歴史的風景維持向上計画というのが ございましてこれはまああまりこう耳にされないことかもわからないんですけども、えー、まああの全国各地にもちろんこの大津だけじゃなくて、えー、っと全国各地に歴史的なもの建造物を含めてあるんですけども、まあ、それを中心にしながらそこに暮らす人たちがそういう文化の価値を分かって で,で、えー、まあ文化とともに歴史文化とともに幸せに暮らす、まあ、そういうふうな地域をつくっていきましょうまあ一つのまちづくり的な、えー、話にもなったりするんですけども、まあ、そういう活動が 実はまあ全国でえまあ展開されていますで地域におけるその固有の歴史伝統を反映した人々の活動人々の営みですよねその地域の人たちがやっぱりその観光だけじゃなくてねあの観光だけじゃなくて人々地域に住んでいる人たちがそういう歴史文化を分かって幸せに暮らしていきましょうという、まあ、これをこういう活動に補助金が降りたりということになってまして、まあ、さあ全国ではね比較的たくさんこれだけの歴史的 維持、風痴維持、向上計画立てて、えー、活動されているところがあるということなんですけども、えー、私の今、これ、右上に集中講義大見学とあるんですけど、あの私は持ってる集中講義でね、あの4日間集中で。 なんとあの比叡山、今私がちらっと話したこの歴史的風粛維持を理解した上で実際に現場に行ってですねついこの前、です9月の5日、6日比叡山延暦寺に学生を連れてね 実際に根本中道の大修理、名大、えー、修理の話もしながら、大講堂も行きましたし、えー、まあね、えー、とこれも水修行の一部の話にもありました、大講堂の素子像が並んでおりましたりですね、それから、あこれ、弁慶水でね、あの湧き水です、あの冷え山になくてはならない、赤水というね、あのその貴重なお水が湧いて出るところ、えー、みたいなところも行きながら。 また皆さんご存知でしょうか、千日解放行のね、解放業の行者の道を学生と一緒に歩いていくんですよ。で、さすがにえっと行きはケーブルで上がりますけど、ずっと。 行者さんが山上、えー、三下三七里半、えーっとまあ今の距離でいうと30キロっていう、えー、それを、えー、そのケーブルで上がるんですけどそこからずっと日吉大社まで降りてくるというで途中これも水尾の授の話にありました玉体杉というね、えー、千日解放行者の方はここで、えー、一旦まあここだけあのこの石がありましたその上に、えー、学生座ってますけど本当は行者さんが深夜2時,2時にスタートしてねまた暗い間に。 ここに来られて行者さん京都に向かってね京都が見えるんですここ一望で見ることができまして京都御所に向かって祈祷されるというね祈りをされるというまあそういう道も行ってもうかなり学生疲れてるんですけどヘトヘトになって行ってきましたそれから次の日はまた坂本の町を行きましょうということでフィールドワークで行きましてこれ日本最古の茶園日吉茶園というでねあの最長さんがえっと このお茶を持ち帰ってきたでそこで、えー、この茶畑ができたんだということで日本最古だというふうに歌われている場所でありますとか先ほども出てましたが石積みのねあの奥州積みの、えーまあ、この町並みを見ながら坂本の里坊坂本といえば里坊三女、えーの,ね、の厳しい修行を終えた僧侶の人たちが、まあ、麓に降りてきてね、えーまあ、余生を暮らさるあの祈りをね、えー、ずっと続けられるんだと。 いうこの立院さんというところに参りましてなんと榎並俊祥という大アジャリさん要するに千日解放を満行されたアジャリさんに昨日 えー、その道を歩いてヘトヘトの学生が <laughs> そのアージャリさんの話を聞くという <laughs>、えー、そういうことも、えー、やったりしながら捜査吐棒であります市賀院門跡そして真、えー、淵宮寺の、えー、日吉大社、えー、ここも、えー、行きましてその上で。 えー、学生たちはグループに分かれてあのその歴史的風痴をもとにしたまち、えー、づくりの提案というかみんなが幸せになる提案を考えてみましょうと言って、えー、考えた。 えやつがですねこれ石チョコ積みワークショップっていうえっていうもんでなんとこのあのシュ積みをこ,のこれね既製品であのチョコレートの石,石の形したチョコレートっていうのが <laughs> あのすでに販売されてるらしいんですすごいまあコーティングしっかりされてて学生も買ってきたりしてましたけどあのちゃんと積んだり並べたりすることができるんです。だからこの あの石チョコをつあのおズミのように積んで持って帰ってもらうというあのそういうワークショップをまあ地域の人と一緒にね企画してできたらどうかというようなこととかでまたあの日吉茶園の活性化プロジェクトということで、まあ、日吉茶園の茶茶っていうのは神様に献上されるというような儀式では使われているんですけどもまだ商品化されたりということはないので。 えもっとこうブランディングをもうそれこそ地域の人と一緒にあの日吉茶園をもっともっと発信していったりえまあマルシェとかみたいなイベントをやるとかえ茶摘みの体験をみんなでやるとかまたあのスイーツをいろいろ開発するとかまあそういうことを考えてはどうかとかえそれからうち芸大なんでまあ水彩画のワークショップということでえ坂本の町しっかり見てもらってでえ水彩画を描いてもらうんですね。 って書いてもらってもちろんマップの中に貼っていくんですけどでもここはこんな風景が見られますよって言って写真をちゃんと撮ってきてでそれは横にこれ QR コードがちょっと見にくいですけど QR コードがあってこの現場の写真も見ることができるっていうね、まあ、そういうふうなことをしながらこの街の良さっていうのをどんどんこれも発信していこうというような学生の提案があったりしております。 まああのー、こんな話を聞いて、まぶち宮じどうですか、<laughs> 感想をしたこと、はいありがとうございます。あの日吉大社の魅力発信が、官主が十分能力がないもんで、あ,の <laughs> <laughs> ありがたい,い,いえ、本当にありがとうございます。あのーまあ、先ほどう紹介をいただいた日吉茶園、これはあの日本最古のお茶、まあ、お茶といえば、 あの京都の宇治であるとか静岡であるとかあのもう知れて、まあ、よく皆さんはご存知なんですけども、えー、伝行大師さんがあ中国からあ持ち帰ってこられて、えー、そのお生まれになられたこの坂本で、えー、広められたのがお茶の最初だというふうに。 あの日吉茶園というのはまさにその茶園でございます。これらのことを地元の日吉中学という中学生の子たちがいわゆるボランティアとして坂本を訪ねてくれる人たちにも 発信をしててくれております神、まあ、職ももちろんあのお話をさせていただくんですけれども、えー、そういう地元の子どもたちが子どもたちの感覚で言葉で、えー、坂本秀吉大社を発信をしていただく。もう本当にあの まあ、公表をいただいて、えー、坂本の魅力がより多く発信できる、本当にありがたいなと思っております。とあと1点、ちょっと、あまあ、2点だけちょっと時間に、<laughs> 申し訳ございません。あのえー、1点はですね、えー、先ほど、千日開放業のお話が出ましたけれども、お千日開放業の おまあ、あの開放業をおの方はです、ね、毎年3月の末からです、ねえー、7月の末、まあ、100日開放千、まあ、日の,あの10分の1の100日開放の行者さんがあ日吉の境内で朝、あ必ず、うん、この期間はです、ね、毎年、千、まあ、日開放のあの姿で修行をおなされます。 まさに日吉大社は修行の地である聖地であると,とともに修行の地であるというそういうふうにそのことを皆さんにお伝えをさせていただきますと申しますのも千日開放業をおはじめになられた総王家賞さんという方まあ平安時代の初めの方その方が日吉大社のあの大きな国宝の 西本宮の本殿、東本宮の本殿、それからもう一つ、宇佐宮という、それらをあの立派な御殿をお建てになられたという、日吉大社にとっても、建造物ということから言うと、恩人でありますま。ああのそのこと、ちょっと時間取りましたけれども、お伝えをさせていただきます、はい。 ありがとうございました、まあ、あの学生ね、本当に4日間だけのことをやったんですけども、まあ、提案もね、その素晴らしいところまではもちろんいかないんですが、まあ、そういうふうに提案を考えることで、いろいろ歴史、文化のことをもう一回思い返したりとかね、しながら、やっぱこのその大切さとかいうのをね知ってほしいなということで、まあ、これもまたずっと私も続けていこうかなというふうに思っております。ではもう最後 最後になりました、えー。いい時間になりました。あとまあ5分少々で、えー、お願いしたいですけども、えー、この、えー、令和の根本中道を考えるということで、まあ最後はもうまとめとして、えー、お一言ずつお願いしたいかなというふうに思います。えー、水尾茂雄さん、あのまあ3年後の大改修、まあ4年でしたかね。4年後ですかね。はい、はいえー。もう含めて <laughs> 一言お願いします。あの。 新しくその改修したその根本中道にですね、ね多分日本の全仏教宗派の方々、仏教宗派以外の方々も、多分比叡山にお越しいただいて、この根本中道でお勤めしていただくということに、ぜひなろうというふうに思いますので、皆さんもこの根本中道に、その時にまたお参りいただきますように、お願いしたいと思いますありがとうございます。 ははいでは次クリスさんでよろしいでしょうかこんなふうに見せてみたい令和の根本中とうございます、まあ、あのいろんなテクノロジーの話させていただきましたけども先ほど水尾修行がおっしゃられた、まあ、やはり変わらないものを伝えていくっていうところにすごく、まあ、そういう言葉にちょっとグッときたんですけどもその変わらないものを伝えていくためのお手伝いを、まあ、こういういろんな 技術であったりとかまあ次世代に、えー、魅力的に移るような形で伝えていけるようなお手伝いができればなと思いましたまた引き続きよろしくお願いしますましありがとうございますはいでは沢野さんお願いします、はいえー、まあ根本中道も含めまして日本の伝統建築というものをご覧になるときはですね えー、やはりそれを作られたまあもちろん職人さんも含めまして作られた皆さんの精神を見ていただきたいと、えー、建築というものは単なる物体ではなくてですね日本人の精神の塊であるということをですね是非これからそのような目で えー、見ていただけましたらありがたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ馬渕宮司お願いします。えー、先ほどちょっと熱っぽくお話をさせていただいたんですけど、<laughs> まああの地元坂本は本当にあの？ お歴史があふれる街だというふうに思っております、えーまあ、日吉大社ももちろんなんですけれども、おそれからあのちょっとお石積みのチョコのお話がありましたけれども、クリ <laughs> さんからウィンザー城のお話もありましたんですけれどもね、あの積みはあの、もう街のあちこちにあります。 そして日吉大社のですね東本宮の改修のことをお話をさせていただきましたけどあの奥にあの石垣があるんですあれもまあ今回まあ改修東本宮の改修に合わせて改修していただいたんですけどもねあれあのウィンター城の場合は全然そのままということなんですけど全部一旦あの取り出すんです取り出していただいていわゆる番付って番号を振るんですね。 大きな大きな石もそれから小さな石も,あのも全部番号が振られてそして一旦取り除いてそしてもう一っあの積んでいくんですけれどもあそれらを見せていただくと本当に伝統の大技そしてあのお墨って表に見えるのは小さいんですけどねその奥がものすごく大きいんですよ。 あの本当にまさにあそこに置かれることによって、えー、コンクリートよりもはるかにはるかな強度を持つという、うん、まあそういう穴を摘みそれから日吉茶あ本当にあのお宝物いっぱいのお町でございます。<laughs> えー そうですね、坂ばっかりで大変なんですけれどもたたずんでいただければまさに歴史の中にあの自分の身を置くことができる、まあ、そういう坂本の町であると思っておりますのでどうぞ。 あの <laughs> 一度あならず、うん、二度三度お越しをいただければありがたいと宣伝をさせていただきました失礼いたしましたはいありがとうございましたまああの最後に私も一言あのお願いしたいと思うんですけどもえっと本当に今日はあのなあの長時間待って本当ありがとうございましたあの私なんかはですねもう本当にまあ町作りの話までいろいろこう話が大回収からもういろいろ膨らんでしまったんですけどもでもまあ今回ねクリスさんの僕あの VR の ウォークスルーは非常に、本当に正直驚いたんです。で、まあ、そういうものが。 えーまあね、遠いところにいてもあの身近にあのめ物を体験できるという、えー、そういうふうなものっていうのは非常にこの教育とか研究につながっていくんじゃないかなと思いながらそれけども一方で澤野、えー、さんおっしゃったようにその、えー、実際にその空気感というかねやっぱり現場に行かないとわからないということも、えー、あると思うんですねだから私なんかはやっぱり実践教育っていうのはものすごく大事だと思うんですだからまあこれもクリスさんもおっしゃいましたけどあの両方やっぱり大事なんやろうなって。 でそれが、えー、両方が積み重なることであのそういう若者とか、まあ、これからの、えー、人たちにいろんなことを伝えていけたらなあというふうにあの思っております本当に真、えー、淵宮司熱くあのおっしゃっていただきましたけどもぜひとも比叡山延暦寺も含めて。えー 坂本のね町に来ていただけたらというふうに思います。あのもういいお時間になりました。根本中道の大改修、えー、と単にね新しいものを作り変えるというようなまあ、そんなことではなくてね先人の知恵をそこで学んで、そしてその知恵を後世にしっかり伝えていくということを今回のねシンポジウムで学,ん学べたんじゃないかなっていうふうにはあの私自身もそういうふうに思っております。まあ恩恵知恵という言葉はですねもういい ふるされているように。 思いますけども大切な言葉だからこそ今もねこうやって語り継がれているかな恩子知事ね古きを訪ねて新しきを知るというねこれはものすごく大事やと思いますまあ先に進むことっていうことももちろん大,大切なことなんですけどもまあ一旦立ち止まって振り返るということも大事なんだなと改めて思いましたそしてまた大切なものを伝えて残していかなければならないということも本当に今回身にし してみてね感じた次第でございます。あのぜひともまあ繰り返しになりますけど、えー、大津、比叡山、そして坂本の町、えー、っていうところに足をお運びいただければというふうに思っております。ここに息づく人々の暮らしの一端をですね、えー、少しでも覗いていただけたらというふうに思います。えー、本日は先生方も長時間にわたりまして、えー、貴重なお話をいただきましてありがとうございました。どうも。<laughs> はい、これにて終了させていただきます。 ありがとうございましたただいまのお話をもちまして第2部シンポジウムをお開きとさせていただきますご登壇いただきました皆様さまざまなお話をありがとうございましたまた加藤先生もコーディネートありがとうございました皆様今一度大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました